ドメニコテデスコは、イタリアロッサーの出身のサッカー指導者。プロのサッカー選手としてのキャリアはなく、大学時代には、アマチュアのサッカーチームでプレーしながらイスリンゲンの印刷所でビルトを放送する仕事をこなし、一晩で70ユーロを稼いでいた。2008年7月、VFB シツットガルトユースの監督である、トーマス・シュナイダーのアシスタントに就任すると、 2013年には U-17 チームの監督に昇格。2015年に TSG1899 ホッフェンハイムのユース監督となり、翌年には U-19 チームの監督も歴任した。2017年3月、ブンデスリーガ2部の FC エルツゲビルゲアウェの監督に就任。トップチームでの指揮は初めてであったが、 最下位に沈んでいたチームを短期間で立て直しにブリーグ残留に導いた。2017年6月9日、当時31歳で、シャルケレイオンと2年契約を締結し、監督に就任。スリーバックを採用し、ベネディクト・ヘーベレスをキャプテンから外すなど作機を10位で終えたチームの一新を行った。2017年11月25日に行われた。 ボルシアドルトムントとのルールダービーでは、前半25分の時点で4失点をきっしりから4、とされたものの、前半33分に、レオン・ゴレツカとアミーヌ・ヌアリを同時投入。後半16分のゴールを皮切りに交代出場のアリも得点を挙げ、後半45分には、ナウドのゴールで同点に追いつき4から4の引き分けに持ち込んだ。試合後には、 第13節の MVP に選出された。最終的に2017から18シーズンを2位で終え、チームを4シーズンぶりとなる UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得に導いた。シーズン終了後の2018年8月12日に、シャルケとの契約を2022年6月まで延長した。しかし、2018から19シーズンは低迷し、 2019年3月12日の UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、セカンド、レグのマンチェスターシティ FC 戦では、0から7の歴史的大敗を喫し、2日後の14日に解任された。同年10月15日、FC スパルタクモスクワの監督に就任した。2020年12月、2020から21シーズン限りでの退任を発表した。 ありがとうございます。